俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、話していきますのが、まあ今、エヴァンゲリオンコラボの方をされていると思うんですが、まあエヴァコラボの他にですね、まあいろんなコラボを今年に入ってからもされましたね、荒野行動運営。はい。まあエヴァンゲリオンコラボももちろんなんですが、今年始まったコラボレーション、まあ、ほとんど新規のコラボが多い中で、まあそういったコラボたち、今後復刻するのかなっていうのが結構皆さん気になられていると思うんですが、まあ今回はですね、まあそんな今年ありましたいろんなコラボレーションが第2弾、まあ続編の方ですね、するのかどうかっていうのが分かる要素が新しくやってまいりましたので、まあ、今回はそちらについて解説していこうかなと、はい、いうふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、コア行動って、まあ前々からですね、僕もよく動画にしているんですが、アンケートっていうのをちょいちょいですね、一部プレイヤーさんに取られていることが多いんですよね。はい。まあそんな中でですね、まあそのアンケート、まあ今回ですね、まあ結構いいアンケートがやってまいりました。はい。それがですね、まあちょっと画像を出しますけれど、こちらですね。はい。まあ、こちらの内容となっております。はい。一覧としてですね、まあ今回購入したガチャはどれですかっていうアンケートが来ておりまして、ポプテピピック、アンパンマン、七つの大罪、東京グール、エヴァンゲリオンと、あと、子孫ガチャ。子孫っていうのはこれ、栄光のガチャですね。栄光物資。まあ、例えば、今あるような、まあ、七夕のガチャですね。あれだったりとか、あと、マサラティのガチャですね。そこら辺が、まあ、栄光のガチャという風になるわけなんですよね。はい。で、そういったガチャを、まあ、実際回したのかとか、あと、まあ、違うアンケートの、このアンケートと別の項目ではですね、まあ、そのガチャどうでしたみたいな、うん、コラボレーションどうでしたっていうのを、まあ、重点的に、こちらにですね、聞かれているという風になっているわけなんですけれども、ここで分かる要素っていうのがあるんですよね。はい。まあ、このアンケートにおいて、まず、荒野行動が何を知りたいのかっていうのを考えていきましょう。何を知りたいのかっていう風に考えていくと、まあ、どのガチャがですね、印象が良かったのか、そして、買いたいと、まあ、ユーザーが思ったのか、そして実際それで満足したのかどうか、まあ、そういうね、反応の良さの部分を、このアンケートでですね、まあ、荒野行動運営は知りたいなと思ってですね、されているわけなんですよね。はい。じゃあ、なぜ知りたいのかっていう風に考えると、まあ、実際その売り上げのデータっていうのは、荒野行動運営、まあもちろんですね、稼いだ額、各々のそのコラボレーションのガチャがどれぐらい売り上げたのかっていうのを、まあその金額として、まあ、数字としては持っているわけなんですが、プラス、そことですね、実際の印象が良かったガチャ、うん、どっちもがですね、両立した、まあ、ガチャのコラボに関しましては、まあもしかしたらこれ復刻を考えてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい。まあ、そういう印象が良くて、なおかつ数字をですね、ある程度の金額を売り上げたようなガチャっていうのは、復刻した際ですね、まあもちろん大きな売り上げというのを見込むことができるんですよね。はい。まあ大きな売り上げを見込めるのであれば、まあ、再びですね、まあ、コラボレーションをしたの IP のですね、まあ、知的 IP の、まあ、金利者の会社の方にもう一度ですね、話を申しかけて、もう一回コラボさせてくださいよと。まあ、結構その、いい売り上げが出ましたし、まあ、そちらのね、会社においても、また宣伝効果っていうのを見込めると思いますんで、またですね、ちょっとコラボレーションしませんかっていうのをですね、声かけて、で、実際そこで、まあ、荒野行動運営も、コラボレーションを復活することによって、売り上げを上げることができますね。はい。まあ、ですので、まあ、そういう、まあ、データの部分とか、まあ、印象とか、実際どれぐらい売り上げるのかっていうのをデータまとめて、どのガチャを、そしてどのコラボレーションを復刻しようかっていうのを、まあ、検討されているという感じになっているわけなんですよ。まあ、このアンケートの方ですね、まあ、届かれた方、一部だと思いますが、まあ、そこそこいらっしゃると思います。まあ、アンケートが届いたことを気づいていない方っていうのも結構ね、いると思うんですよ。はい。まあ、ですので、まあ、そういったですね、方に関しましては、まあ、自分の例えばメールとか、あとキャラクターのですね、毎日やってるなんかミッションみたいなのあるじゃないですか。まあ、ミッションをこなす欄に、まあ、そのアンケートを答えるなんていうのもありますんで、その二つのどちらかにこういったアンケートの方、まあ、届くと思いますから、そのアンケートを答えて、まあ、自分がしてほしいコラボレーションをこのアンケートにおいて選ぶべきじゃないかなというふうに思います。まあ、そして、まあ、それで選ばれたリスの多いですね、コラボレーションというのがまた復刻される可能性というのは、まあ、十分に考えられますので、まあ、そこら辺ですね、皆さんちょっと、まあ、細工と言いますか、やってほしいコラボレーションをこういったアンケートが来た際は、まあ、選んでいくこと、これが大事なんじゃないかなと、はい、いうふうに思いますね。まあ、この中に入っているコラボレーションの中でですね、まあ、直近にですね、コラボレーションしたにもかかわらず、入っていないコラボレーションというのが2つあります。まず1つは、永遠の消防隊。もう1つは、DC コラボですね。はい。この2つに関しましては、まあ、おそらく、案件コラボだったんだろうなと。荒野行動運営からお願いして、僕はまあ、そのコラボレーションをしたのではなくて、まあ、あくまで、向こうの会社側から、まあ、なんかの告知してくださいよ、ということで、まあ、コラボレーションしたような作品になるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、事実、まあ、DC コラボに関しましては、例えば、公式 Twitter だったりとか、まあ、ゲーム内において、
今度映画やりますよと、映画の公開日にコラボレーションの方が始まりましたので、まあ、これは案件ってわかるじゃないですか。まあ、そして、まあ、延々の消防隊に関しましても、まあ、ゲーム内と同じくツイッターでですね、まあ、新しく、まあ、その、YouTube チャンネルを延々の消防隊が、まあ、作りまして、その YouTube チャンネルで、まあ、期間限定でですね、まあ、アニメ24話全部無料で、まあ、公開しますよと。ちょうどあの時自粛期間だったんで、そのタイミングで皆さんにその延々の消防隊のアニメを見てもらって、よりですね、延々の消防隊の認知度を上げていく。そして、まあ、そのための、まあ、YouTube チャンネルの宣伝というのを公約行動内でしておりましたので、その二つの案件コラボに関しましては、まあ、もうなんか決まっているのか、まあ、もしくはもうしないのかなと、コラボレーションの方。まあ、そのように、その二つの流れっていうのが考えられると思います。まあ、対して、ワンパンマン、ポプティピピック、七つの滞在、エヴァ、東京グール、この五つに関しましては、まあ、ちょっと案件ではなくてですね、まあ、半ば公約行動運営からお願いしたか、双方の会社がですね、メリットありましたので、まあ、話し合って決めたコラボレーション、そういう風になると思いますんで、まあ、この五つに関しましては、まあ、今後も復刻の方、まあ、考えられると思いますし、復刻された際には、まあ、延々の消防隊とかとは違って、まあ、力の入ったですね、コラボレーションになる可能性っていうのは、まあ、十分考えられますね。まあ、去年のコラボレーションの流れとかも考えても、年のですね、まあ、前半、はい。まあ、前半の間に、まあ、新規のコラボレーションを入れて、で、年のですね、まあ、後半の方に、まあ、その前半で行ったコラボレーションの復刻だったりとか、第2弾、第3弾を行っていく。それが、まあ、去年とかの流れでした。はい。その考えを組んでいくと、まあ、今後、9月以降に、まあ、第2弾、第3弾。まあ、そして、まあ、来年とかもそうなんですが、第2弾、第3弾のコラボレーションを行う可能性というのは、まあ、今後十分に考えられるのかなというふうに思いますね。まあ、よく言うですね、1月、12月、1月から12月までが1年じゃないですか。じゃなくて、まあ、企業ってのは、大体の企業、4月から翌年の3月までが、まあ、1年っていうふうに考えられます。そういうふうに考えると、4月から10月が前半、11月から3月までが後半というふうに考えられますので、もしかしたら10月、11月から復刻の方が徐々に始まってくるのかなと。うん。去年で言えば、まあ、例えば、フェアリーテールとか、まあ、KOF とか、まあ、そこら辺がですね、まあ、復刻されておりましたので、まあ、そこら辺の流れみたいな感じで、まあ、新しくですね、今までやったコラボレーションというのが復刻、これからされていくのかなと、そのための検討というのを今回アンケートでしたのかなと、はい、いうふうに思いますね。まあ、そして先ほどのアンケートの一覧には書いてはいないんですけれど、まあ、ほぼほぼ、コラボレーションの復刻っていうのが決まっているだろうっていうのが、あと一つだけ作品ございます。これの告知は間違いなく公約行動でするだろうなっていうのが一つございまして、それが銀魂コラボですね。はい。銀魂のコラボは、まあ、今年来年ぐらいに、あと一回、つまりはですね、第3弾の方ですね。まあ、おそらく言えるだろうなと。うん、これは結構予想されておりますね。僕も予想してますし、まあ、大方予想されている方は多いんじゃないかなというふうに思います。なんでかっていうと、直近でもうすぐ、銀魂の新規のアニメ映画をするっていうのが決まっているんですよね。はい。ここが決まっておりますので、まあ、そのおそらく、銀魂アニメ映画の宣伝をするために、再び荒野行動と、まあ、コラボするんじゃないかなっていうのは予想できるんですよね。はい。で、今年の頭の方に、まあ、違うアンケートっていうのも来ておりまして、それがですね、エヴァンゲリオンと銀魂のそのコラボ車両あるじゃないですか。はい。コラボ車両の性能に関するアンケートっていうのが、前来ておりました。まあ、それは僕もね、動画でまとめたんですけれど、前回。結構前にまとめたんですが、まあ、それで、まあ、事実、エヴァンゲリオンは復刻されて、あとは銀魂。うん。まあ、銀魂の映画の、まあ、ちょっと宣伝のために、再びコラボレーションをする際に、例えば新規の車両を実装するとするじゃないですか。で、そうした場合ですね、その車両の性能はこれでいいのかな、みたいな。うん。車両復刻する際に強化するべきなのかな、とか。あと今回のエヴァンゲリオンコラボみたいに、まあ、新規の車両を追加する上で、どこが大事になるのかなっていうのを、まあ、そのエヴァンゲリオンでも参考にしたように、まあ、銀魂コラボ第3弾をするときにも、まあ、参考にしていくために、まあ、アンケートしたのかな、というふうに思いますし、まあ、そこを聞くってことは、まあ、第3弾の銀魂コラボっていうのも、まあ、手厚いのかなと。まあ、あり得るのかなと。はい。いうふうに、まあ、思いましたね。まあ、今後もいろんなコラボレーションが来ることが予想されますね。まあ、コラボガチャっていうのは結構、基本的に、まあ、出やすいガチャが多いですね。今回、エヴァンゲリオンは微妙でしたけれど、まあ、延々の消防隊とか、7つの滞在のコラボレーションとか、ポテピピックとか、そこら辺に関しましては、まあ、出やすかったですし、まあ、ある程度無料要素がございました。まあ、荒野行動のプレイヤーにとっては、コラボレーションがあることっていうのは、絶対に得だと思いますね。無料でガチャ引けたりとか、まあ、金付け作成しやすかったりとか、まあ、そういうことがありましたので、まあ、今後もその辺ですね、目が離せないかなと、期待できるのかなというふうに思います。特に、まあ、銀魂が復刻されたら、まあ、銀魂ってですね、金枠の銃のですね、銃器スキンのスカーのスキンがめちゃくちゃ確率高かったんですよ。前回は 0.8% でした。はい。めちゃくちゃね、ポン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 スカーが出て、結構多くの拳銃チケットを作られた方が多かったですね。まあ、そういった風に、まあ、コラボレーションを今後呼んでいくことによって、まあ、拳銃チケットとか、金車チケットの作りやすいガチャっていうのの傾向がわかることもありますので、まあ、なるべくそこら辺のデータ
方も頭に入れつつですね、皆さんも頭に入れつつ、まあ、僕も今後もまとめていこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。ツイッターやってます。フォローばしろと言われたらフォローばしますのでよろしくです。TikTok、ミルダム、そちらの2つやってます。ミルダムの方では全てのリスマラライブやっておりますので、リスマラの恩恵得たいなという人はそちら来てください。よろしくお願いします。あとですね、まあ、動画の方とコメント欄の方でギフトカードがもらえるキャンペーンの方もやっておりますので、欲しいなという人はチェックしてきてください。LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくお願いします。サブチャンネルでもぼちぼち容量が上げてますんで、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。